これは今度は私自身の、興味といいますか関心でお尋ねをするんですけども、人の心はいろいろ乱されやすいですね。で特に気にしないようにとか、こう乱されないようにしてると余計乱されてしまう。で仙台東平光一先生はよくそれは統一を乱す、心身統一を乱すと、説いていました。ですから本当は成果の一点を保って、で一つ一つの物事に正面から向かい合っている時が実は一番いいんだと。ところが生地気にしないように、揺さぶられないように、乱されないようにってすればするほど心は余計に揺れてしまう、そんなことを教わってまいりました。でここまでずっとこのホリプロという会社をここまでこう導いてこられて、いろんなことがおありだと思いました。でこの心が動じないということで、堀さんが心がけておられたことは終わりですか？やっぱりその都度動じてるはずなんですよね。ただ、僕の場合は芸能の神様の庇護によって運よく生き残ってきたと。だけどこの合気道の稽古をし始めてから、その動じないようにできるかもしれないっていう気持ちはある。だけどちょっと時すでに遅したなとは思ってるんですけどね。むしろ私の方ですよね。なるほど。なんかお怒りになることももうほとんどなくなって、ね、それは還暦の年に今日から俺は怒らないって宣言しましたから。で怒らないその生活がいかに快適かってことを味わってます。快適、エネルギーを、無駄なエネルギーを消耗しないということです、ね、というより怒るっていうのはものすごくエネルギーがいることなんですよね、それは年取ってきてそれが分かったわけです。若い時はそのエネルギーがたくさんあるから怒れてたんでしょうね。そのことはあるでは気がついたんですけど、で怒るっていう行為はその、例えば仲間とか部下とかに怒って効果がどの程度出るかということを還暦の年に考えて、よく考えたら効果が出ない方が多いな。その上に自分はエネルギーを使ってる。費用対効果悪いわけですよね。だからコストパフォーマンスとしては非常に悪いことだと。それで今日から怒らないということにしたんですけど、でも最初の頃は半年ぐらい気持ちが悪かったです。なんか怒らないようにしようとすると余計に怒りが湧くことはありませんか？というよりここで今までなら怒るところを自分で言う宣言したんだからってぐっと抑えるっていうのは それなりにエネルギーがいました。そうすると習慣が変わった感じで、それをが慣れたら、ああこれは非常に快適な人生だと思いました。でうっかりすると聞き逃してしまいそうなんですが、それが60歳の時ですよね。先日50代の指導者と話しましたときに、自分はもう年だから変われないって話をしてたんですね。でも今のお話伺うと60歳になったんで一つこういうふうに変わってやろうというお話ではありませんか？その要するに還暦っていうのは多分人生50年の時代にできた一つの習慣というか伝統かなと。当時の日本人のその生存率っていうのはもっと低いはずですからね。で自分でも子供の時に還暦のおじいさんっていうのは、あるいはおばあさんにしても、なんか廊下でひなたぼっこしてるようなその背中を丸めてっていう感じだった、はい、今医学とか栄養学とかいろんなことの発達でそうでなくなったと。そうすると残り当時の計算では僕は80をあと20年どうやって生きようかと自問自答して、あそうだ
違う自分になろうというコンセプトを先に立てたんですね。でそれがあって違う自分になるために起こらないとかっていうことが随所に、まあ、家を引っ越すとか、そういうそのなんていうのかな、今までの習慣から変える自分を騙すなんていうか、準備というか、しました。その準備をされるってことはやはりそういうことがあって、まあ、いろいろ変わっていくわけですよね。ただそのまま流れていってしまうとやはり人間のすることですから、今まで通りのことをこうしてしまう、これ大事なきっかけを。どうなったらいいかとかっては自分で自分に妥協していくと最後まで変われなかったりするわけですから。じゃあこう変わっていくことが前提ですよね。よし、また変わらなきゃいけないと思ったんですね。要するに20年間今までと同じことで生きていくというのは非常にしんどいなと。逆にだから違う世界を見たいという感じかな。で80歳になられた時には合気道の稽古も毎週来られたんですが、当時ゴールは80と考えてましたから、はい、したらまだ生きちゃってたもんですからね。じゃあ80以後はどうしようかと。それほど劇的に違う自分になるっていうほどの劇的な変化っていうのはもうないわけですよね。それでここに稽古に来るっていうことと、エイジシュートをやるっていうふうに できるはずがないと思ってるわけですね、エイジシュートの場合は、はい、でもなんか口に出してできるんだよね、人間ってのは面白いもんですね。言葉にする。でこうしてお稽古も毎週されてますから、これもできているわけ。そうですね。80歳以降は劇的な変化はないだろうということでしたが、ご退任というすごく劇的な変化がこれも意識して作られたわけです。いやそれは87歳ですから、むしろこの句読点としては区切りでいいというじゃないんですよね。だから全体のその還暦の時とか80歳の時とかっていうほどの、あれはなかったです。だからもともと暮れからずっと考えてましたから、そろそろ仕事行くかなと。でしかも SNS とか IT とかっていうことの時代になって、それがよく十分自分がマスターできない自分がいて、将来の変化が見通せるわけないなと思ったから、まあ辞めるのことにしたんですけどね。まあ直接のきっかけは働き方改革ですけど、今後こう何かいつも課題を持ってこう人生を歩んでおられると聞きました。で今後の何でしょう、目標というんでしょうか、描いておられることは何か終わりですか。こんなに生きる予定がなかったんで、だ生きると思ってなかったんですよね。だからこれから先のことは、還暦の時なんかは劇的にこう人生の中の一つのしきたりとしてその元へ戻るわけですから、はい、こう予定を立てましたけど、こんなに生きる予定がなかったから今アイデアはありません。ただあと2年経つと90歳と、ああ一つの区切りかなと。そうするとその時にまでに何か大体何かこう自分にテーマを与えたり目標がないと生きられない動物なんですよ、僕は。多分これは分かりませんけど、だから何か考えるかもしれませんけど、目下何もノーアイデア。僕はそのこの合気道に興味を持ったきっかけは、その人気っていうものを考えたんです。それでその
勝負師の人たちが、まあ、例えば将棋の、過去の名人とかそういう人たちがみんな言うのは、勝利の女神を味方につけなきゃ勝てない、勝ち残っていかれないんだっていうことを みんな言うんですね、勝負師の人は。はい、なんか、ああなるほど、そうか、それじゃあ我々も勝利の女神から見放されないようにするためにはどうしたらいいかっていう、であんまり難しいこととかしめんどくさいことではダメなんで、いろいろ考えて あの言葉に言ったんですね。で、少なくともお通夜の晩みたいな顔をしているところには女神は微笑まないだろう。だからいい顔ってのは決して美男美女を言ってるんじゃなくて、あいつとは用があってもたまには会って一杯飲みたいなと思うのと、あいつとは用がない限り会いたくないっていうの、それなんかこういい顔ができてるかできてないかの差じゃないかなって気がしたりするんですけど、よくあの自分自身の顔に責任を持てっていう言葉もありますけど、まさにその顔ですよね、自分の心がけ、心次第で、まあ大体どこの家庭でもこの洗面所の前には鏡がありますから、はい、顔を洗って歯磨いた時に、まあ仕事してば嫌なこともいっぱいあるわけですよね。その嫌なことを引きずってるか引きずってないかっていうことをそこで確認してくれっていう願いがこもってるわけじゃない。で、会社に来たらもう一回再び再確認をしてください。あれがちょこっと書いてあるのがいいですよね。え、まあ、大きくドーンとな。しがましくなく。そうするとだから気がつかないやつもいるんですよ、当然ね。あ、書いてあることに気がつかないんです。でも気がつく方は気がつきますよね。考えてみれば我が家でもあれ書き入れられますもんね、あのマジックでちょっといい顔作ろうと。で、毎回見て、今日はあの一つですね、あのかなり大きめのトラブルがあってですね、これはあの指示してたことと全然違うことをされてしまったんですけども、まあ店みたいにカーッとなることはもちろんありませんけれども、やっぱりその時に本当にいい顔してるかどうかはで確認した方が良さそうですよね。それは結局持ち越さなきゃいいわけですよね。はい、どっかでそのリセットできれば。なるほど、それがその鏡の前なんですね。最近いろいろお話させていただいて、堀さんが浮世の因縁という言葉、浮世の因縁だよっていう、言われることがあるんですが、どんな意味なんでしょう。浮世のでこの世ので生じた縁という意味ですか、浮世の因縁。この現在あるこの社会っていうか、社会っていうとなんか憂鬱的な感じがするんですね。浮世っていうとそこになんか情緒がこう絡んでるような感覚で僕は使ってますけど、世の中ではなくて浮世、情が通ってるというか、なんていうか、まあ、血が通ってるっていうか、そんな感じがするんですけどね。堀さんは情という観点も大事にされますよね。理性的であるのと同時にやはり情も大事です。意識的に情にこう流されないようにはしてます。だから見方を、周りの人から見方を見るとかなり冷徹だっていうかクールな人間にとらわれる傾向があるんですけど、でも実はその情というのは非常に内面的には大事にしてます。あの経営者やリーダーは時に非情でなければならないとも言われますが、はい、でも同時にその情というものを大事にされる、それはどうして共存するんでしょう。そこは二律背反してますからね。でも情に流されてはいけないんだと思うんですね。
一方で情を忘れてもいけないわけ。忘れてはもう絶対いけない。では世の中ではなく浮世という言葉を使いになるのはそこに情的なものも、ええ、情感も含まれて、絵も知らぬぬくもりみたいなものが含まれているような気がするんですけど。で因縁の方はあれですね、あの要は縁ですよね、人と人の縁という、ね、縁についてはどんなふうにお考えになってますか。まあ一生の間でも一度もこうすれ違わない人もいれば、本当にさまざまな導きでパッとこう出会う縁もありますよね。あるいは良縁悪縁、良い縁悪い縁、結果でそうなるわけですよね。要するに出会った時は分かんないですね。で損得で縁が育まれていくってことは多分ないんだと思うんですよね。だから結果において良縁ではなかったっていう縁もたくさん経験はしてますよ、もちろん。でもそれは人間同士の社会の中では避けて通れないんじゃないかなと。いい縁だけを求めて、もしあるいは求めようとして生きてたら鼻持ちならない人間になるんじゃないかって気がするんですそれこそ損得で見てるわけですよね。振り返ってみたときにそれが良い縁だった、良縁だったとか悪縁だったとかってことはたくさんあるんじゃないでしょうか。良縁を得やすい方、あるいは悪縁を得やすい方も実在します。でそれはこれ全く何にも科学的根拠はないんですけど、僕はそれは運だと思ってるわけですね。良縁に数多く会える人は運がいい人で、悪縁に数多く会う人は運が悪い人だと思うんですけど、運っていうのは多分人間には平等に与えられてるもんだと思ってるんです。でなんでそこで運のいい人と悪い人が生まれるんだろう。で自分なりに考えて勝手にこう思ってます。要するに運がこう巡りがいい時っていうのを感覚的に分かった時にそれをこうものにする。要するにまあこういうものを麻雀に例えちゃいけないんですけど、まあ、例えば麻雀でバカに壺がいい時、はい、でそれを壺がいいからって言ってそれ運が来てるわけですね。でも運に任せて大きな手を作ろうとして欲張ると結局は振り込んで負けになる。だから運が来てるなと思った時にそれを大事にしてこうその一つ一つものにしていくと平等のインターバルで運が巡ってくる。だけどその前にがめくって欲張ってものにできなかった来てる運を人は次は倍のインターバルが、あれは面白いですよね。あの一度逃すと次に来るまでだいぶ時間かかりますよね、というふうに思ってるんですね、うん、でここでまた運が来てるのに、でそれはそういうふうにこう物理的にものにしなかったとかばかりじゃなくて感覚的に自分に運が来て今来てるなっていうことが分かんないね。ぼやっとしてこれパスする、またバイタが事情3条4条っていうふうに、でここで悪い人といい人の差が出てくるんじゃないかと僕は思ってるんですよ。なるほど、そう個人差があるわけではなくて、うん、ということですね。いやだからこれは全くの僕の勝手な思いですけど、先ほどの芸能の神様にまあもう恵まれてその運に恵まれてっておっしゃってましたけど、でも運とそこのまさに縁はこうまさに一体ですよね。 そうですね。よくあの先代の戸辺先生はあの運は人が運んでくると、で、まあ、縁によってまあその運が運ばれてくると。で私もアメリカ大リーグで指導させていただいて、でこの時の経験というのは私指導者人生でものすごく大事なものになりましたが、この縁をいただいたのが広岡達郎さんで、
で広岡さんいつもあの私の家内に最初にご連絡いただくもので、で奥さんこういう話があるんですけどって聞きましたらは、私の家内あの即答でお受けしまして、あの私かなり後になって知ったんですけども、あの多分私一人だといやー全く経験のない分野ですし、英語ですし、いろんな人種の集まるところで本当にそれがちゃんと役に立てるかどうかってあれこれいろんなことを考えたと思うんですけども、これを逃したら次はもうなかなか来ないっていう一言で、うん、なるほど決められてしまったんですが、でもそれも今の話となんか似てますよね。なんかそれで一生懸命やりますと、やはりそこからまた次のつながりができてきたり、まあ、そこの、まあ、運のつながりというんでしょうか、それがよくこうつながっていくのが結果として、まあ、運のいい人ですよね。運のいい人だけど、いい運を縁をもらっていながら物にできないでこそっとそこで切れちゃう人ってのは運の悪い人になっていく可能性があるんですね。物にできる人の特徴としてはやっぱりいい顔をしているということはありませんか。いい顔を作ろうにつながることはありませんか。僕画面遠征で僕はそう思ってるんですけど、これは分かりません。よろしいですかね、はい、では今日はあの貴重なお話をたくさん頂戴いたしまして、で最後になんですが、普段の稽古でいろいろなことをお感じになっていると思います、堀さんにとってそのこの稽古は、まあ、どんな位置づけなんでしょう、まあ、ライフワーク一つの日々の。私個人の感覚で言えば、はい、老いに対する挑戦をしてるっていう感じでやってるわけですね。あ、それは挑戦なんですね。あれそんなに激しい意味じゃないんですけど、はい、まあなんていうか老いさらばえていく、ほっとくと老いさらばえていくはずがそうならないように抵抗してるっていうか、でも老いさらばえていくんですよ最終的にはね、多分体の法則としてはですね、はい、ただその心とし心もそうですね、よくあの青春の歌おっしゃってますが、はい、あの青春とは年齢ではないと、ないと、で心が体を動かしますから、やはりそこがいつも心としては挑戦をし続けているということなんでしょうかね。それで自分で少し安心しているんでしょうね、多分。では今日は貴重なお話を本当にどうもありがとうございました。今後もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。